日本が誇る IHI 社製 XF9 ジェットエンジン。最強と定評がありますが、ここへ来て動きが出てきました。今回は F3 戦闘機開発で見えてきた日本の課題について見ていきます。2022年12月16日、新たな安全保障関連の3文書が閣議決定されたことで、日本の防衛をめぐる議論は、様々な立場から、様々な反応を引き起こしています。防衛予算の金額としては、2023年度から2027年度までの5年間の累計がおよそ43兆円ということが判明していますが、最終年には、NATO 加盟国のこれまでの目標と同じく、対 GDP 比で 2% 以上の水準に引き上げられると予想されているようです。これに関しては、ロシア・ウクライナ戦争の長期化の様相を反映してか、NATO 加盟国自体も、おおむね引き上げる方向が確実となってきているので、今後は、対 GDP 比で 2% が基準値にはならないことも予期されます。金額面以外でも、日本では、今後の防衛予算の使途に関して、スタンドオフ能力の獲得と整備に注力する方向を打ち出していて、従来よりも、飛躍的に、射程距離を伸ばした兵装の獲得を進めようとしているのが明らかです。その代表格しては、開発中の1蓋式地対艦誘導弾の能力向上型や、島嶼防衛用の高速滑空弾などが挙げられます。ことに、前者は、まず、およそ 900km、次に、およそ 1500km と段階的に、長射程化を図っていこうとしています。こうした長距離打撃兵器の開発は、敵の防空ミサイルの射程距離外から発射することを、最大の目標にしています。つまり、極力、自軍が被害を受けることなく、敵の地上目標や、海上目標への攻撃を可能にするというロジックの下で実現されようとしているのです。こういったスタンドオフ能力を備えた兵装は、昨今は反撃能力と政府からは呼ばれて、政治的な認知を得るべくメディアでも使われていますが、反対勢力からは自衛隊の趣旨になじまないとも指摘されています。この種の議論が、政治的に完全な決着を迎えることはないというのは確実ですが、スタンドオフ能力や反撃能力などの兵装が大きな注目を集める一方、戦闘機に関する動きも新たな領域に入ったと言えましょう。日本とイギリスとイタリアの3カ国によって GACP、グローバルエアーコンバットプログラムが推進されることが2022年12月9日に各国政府から正式にアナウンスされたことで本格的に始動したのです。日本は現在航空自衛隊で運用中の戦闘機 F2 をイギリスとイタリアでは現在それぞれの空軍で運用中のユーロファイタータイフーンの代替となる戦闘機をこの取り組みで実用化することを目指すことになっています。現在航空自衛隊の中ではそういった区分や呼称は廃止されているが、かつては、主力戦闘機とそれを補完する支援戦闘機という分類が存在し、主力は、アメリカからの輸入か、ライセンス生産で調達するのが通例だったそうです。そして、後者の支援戦闘機は、アメリカとの共同開発が、通例となっていました。現行の F2 も当初は支援戦闘機だったので、この前提通り、アメリカの現ロッキード・マーチン社製造の F-16 ファイティング・ファルコンを土台として開発されたものでした。F2 戦闘機の開発に関しても、日本国内では、自国での単独開発を主張する意見がありました。しかし、日本は、太平洋戦争後に航空機開発をアメリカをはじめとする連合国の意向によって禁止されていました。
つまり、機関部の内製化は事実上不可能だったのです。そのため、F2 は F16 ファイティングファルコンを土台とし、その機関部は、現 IHI 社がライセンス生産で行う手法が取られたのですが、開発に際しては、日本側は、すべての技術をアメリカ側に開示しなければならないという義務がありました。それに引き換え、アメリカ側は、主要な部分を日本側には開示しないという、偏無的な契約だっただけでなく、日本側が搭載する兵装を見直すなどの F2 戦闘機の仕様変更を行おうとしても、その自由度がなく、ストレスのたまる運用を強いられたのです。わざわざ高い予算で購入したというのに、客の要求は無視だったということですね。そうした F2 開発経緯を踏まえて、日本側は、次回の戦闘機開発については、機関部の内製化を実現することを目指し、現在の防衛装備庁と IHI 社との間で、それに向けた取り組みを実施したと言えましょう。IHI 社は、防衛装備庁からの依頼を受け、2010年に次期戦闘機用機関部となることを目指した XF91 エンジンの開発に着手、8年の歳月をかけて、2018年6月に試作機である1機を完成させ、それを納入しました。こうして納入された XF91 エンジンは、その後、2年ほどかけて各種性能テストが実施されました。結果としては具体例ですが、アフターバーナー未使用時に11トン、使用時には15トンの推力を発揮し、タービンの入り口周辺の温度1800°C という優れた数値を記録したのです。また、今後の戦闘機の機関部として、ますます重要性が増してくるであろう発電能力に関しても、XF91 エンジンは 180kW を記録するなど、一定の水準をクリアしており、機体に搭載した状態でのテストではありませんが、大きな期待が寄せられるものになったのです。XF91 エンジンのサイズですが、最大部分の直径が約 1.0m、全長が約 4.8m で、現行の F2 が搭載している、ゼネラルエレクトリック社製の F110 エンジンと、同等の大きさですが、前述した推力は、F2 にラプターに搭載されているプラット&ホイットニー社製の F119 に近いのです。このような限定的なテストによるカタログ値ではありますが、XF91 エンジンは一定以上の水準を満たすものとして注目を集めました。さらに、2019年に千葉県の幕張メッセで開催されたマストアジア2019において水力変更ノズルも展示されました。この MAST アジア2019では展示された水力変更ノズルは XF91 エンジン用の XVN31 というモデルであり、ロシア製の第5世代戦闘機として知られているスホイ57等でも採用されている形式の水力変更用の装置ということです。これらの水力変更用の装置の目的は、搭載している戦闘機の機動性を向上させるためです。機関部からの排気の角度を調整して、推進方向をコントロールしようとする仕組みで、F2 にラプターでは、パドル式が採用されています。いわゆる第5世代と呼ばれる戦闘機は、機体本体の優れたステルス性能によって敵の攻撃を回避することが想定されてはいますが、従来の戦闘機に求められてきた機敏な機動性の確保には、こうした工夫も同時に備えられているのです。これまで述べてきたように、2019年に水力変更ノズルの XVN31 までが公開されるなど、XF91 エンジンの実用化に向けた取り組みが着実に推進されてきたようですが、今後の GACP、グローバルエアーコンバットプログラムでは、これがどんな方向に進むのかは、決して予断を許さない状況です。
GACP においては、イギリスでは、ロールス・ロイス社が、機関部の開発を担うことになっていて、全体を統括する BAE システムズ社と共に、プロジェクト全体の主導権を握る可能性が高いそうです。これまで、イギリス、イタリア、スウェーデンが推進してきたテンペスト計画でも、ロールス・ロイス社は、機関部の開発を行っています。その開発には難航していると聞こえてきますが、高級車で有名なこの企業は、実は、エンジン製造については、かなりの実績があるので、ノウハウなどでも、IHI 社を大きくしのいでいると思われます。ロールス・ロイス社は、昨今のデジタルエンジニアリングの進展により、極めて短期間で、戦闘機の機関部の設計から製造までが可能になると自信を持っているようで、GACP でその成果を提示することが予想されています。出雲、片子栄冠伊豆、元加賀の航空母艦化改修工事が進んでいます。実は、1回目の改修工事が終わった伊豆、最寄り先に、加賀の外観が変わるということで、急展開を見せているようです。滑走路が短いのは、もちろんダメですが、艦首が台形だと、危険らしいのです。今回は、伊豆、元加賀の改修の様子を見ていくことにしましょう。2023年度の防衛費は過去最大の6兆8219億円。この中には海上自衛隊最大艦艇であるヘリコプター搭載可能な出雲、片護衛艦1番艦伊豆、元2番艦加賀に F-35B 戦闘機を艦載機とするための軽空母化改修費用52億円が含まれています。現在、この2艦伊豆、元加賀の改修は5年に一度実施される大規模定期検査を利用して、それぞれ2回に分けた改修工事が予定されています。実は、短距離着陸と垂直着陸が可能なアメリカ製のステルス戦闘機 F-35B を搭載するには着陸する際、1000度 C 以上で下方へ噴出するエンジンの排気熱に対応する甲板の耐熱処理や艦首を現在の体型から四角に変更する等の改修工事が必要になるのです。まず、出雲です。海自の横須賀基地を母港とする出雲は、2019年末よりジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場で、F-35B が離着陸できるための最低限の改修工事を行い、2021年6月末に、1回目の工事が終わりました。現在は通常任務を行っています。もともと、出雲、加賀には、設計当初から、F-35B の搭載を想定していたので、エレベータなどの大掛かりな工事は行われていません。そこで、具体的には、1回目の改修で、高温の排気熱に耐えられるよう、飛行甲板の特定の場所、つまり、F-35B が着艦すると想定されているヘリコプター発着艦用の場所に、特殊な塗装を施し、耐熱処理や電源設備を設置しました。飛行甲板には、艦首から艦尾まで黄色いセンターライン、標識線、トムラインが引かれました。この線は、艦載機が着陸する際に、パイロットを導くためのもので、アメリカ海軍の空母や強襲揚陸艦と同じものです。2021年10月5日に、アメリカ海兵隊の F-35B を使用した伊豆、
物発着艦試験が行われました。パイロットは、トムラインに、機体の中心を合わせて着陸しています。今までは、ヘリコプターによる回転翼機のみを運用していた海上自衛隊で、初めて固定翼機による発着艦試験を成功させたことは、歴史的とも言える出来事でした。飛行甲板のトムラインと並行して、交互に赤と白のセーフパーキングラインが引かれていますが、このラインは、左舷側が滑走路で、右舷側に環境構造物の設置、駐機スペース、エプロンという目印です。つまり、このトムラインに、機体の中心を合わせて着陸すれば、右側の環境構造物にぶつかったりしないということです。トムラインと交差するように、2本のラインが引かれており、F-35B が短距離発艦する際に、水力ノズルを下に向ける目安になっています。今回の改修工事では、外観上の変化はありませんが、F-35B を安全に運用するために、飛行甲板の先端部の変更が行われています。今は台形ですが、今後艦首部分を四角形に拡張して、滑走路を伸ばし、艦載機の露天駐機場所を確保するための工事が予定されています。F-35B はストブル、短距離離陸、垂直離陸機ですが、発艦時は、滑走路は、少しでも長い方がいいので、艦首部分を四角形に拡幅する必要があるというわけです。次回2024年度末から、始まる第2回目の改修で、F-35B の発着艦を可能にするため、艦首部分を四角形にする工事が予定されており、2026年度中に完了する見込みということです。一方、2番艦加賀は、2022年3月から、ジャパンマリンユナイテッド呉事業所で、1回目の軽空母化改修工事に入っており、出雲が1回目に行った飛行甲板強化のための耐熱塗装などが行われました。加賀は、元も先が細くなっていく、台形の艦首なので、このままでは細くなっている先端部に乱気流が発生し、F-35B 戦闘機が短距離発艦時に危険なので、出雲に先駆けて、艦首形状を四角形にする拡幅工事が実施されています。1回目の改修工事は、2023年には終わる予定で、2回目の改修は、2026年と2027年に実施される予定ということです。加賀の改修内容を少し紹介します。2回目の改修に向け、発艦誘導装置を取得します。発艦誘導装置は、レイセオン社が開発し、F-35B などの航空機を、悪天候下でも、GPS 衛星信号と抜き制航法システムを利用して、高精度で、航空母艦や強襲揚陸艦への着艦を自動的に誘導するシステムです。この発艦誘導装置は、アメリカ空軍の航空母艦や強襲揚陸艦、イギリスやイタリアの航空母艦にも配備されています。これは、伊豆、元加賀の両艦にも搭載される予定です。F-35 ライトニング 2B は短距離離陸、垂直着陸の戦闘機ですが、システム的には垂直離陸も可能と言われていて、万能な戦闘機と定評があります。とはいえ、搭載できる燃料や兵装の量から考えれば、やはり離陸時の負担が少ない短距離離陸での運用が最適と考えられます。アメリカ海軍のワスプ級強襲揚陸艦は F-35B を運用するために艦首部分が四角形になっていますから、今回の出雲型の改修はアメリカ海軍と同じ形にすることで相互運用を想定したのではないでしょうか。またイギリス海軍の航空母艦クイーンエリザベスは F-35B を艦載機とする航空母艦なので、スキージャンプ式滑走路を備えることが
F-35B を効率的に運用するためには不可欠となっています。しかし、出雲、八日市では、F-35B 戦闘機を搭載しても、ヘリコプターの運用を重視しているので、対戦ヘリコプター空母として運用するため、船体前方下部には、対戦戦闘用の大型ソナーを設置しています。ここに、スキージャンプ式発艦装置を設置すると、艦艇のバランスが悪くなることが心配されます。最悪の場合、艦艇上部の重量配分が重くなるトップヘビー状態になる可能性も出てきます。そうなると、台風や荒天時に波の影響を受け、艦が転覆してしまうという危険性も考えられるのです。日本政府は F-35 ライトニング2B を常時艦載機として運用はしないと明言しています。従来通り、対戦ヘリコプターを搭載し、運用する予定なので、伊豆、本加賀には、スキージャンプ式発艦装置は設置しないと思われます。伊豆、モノ飛行甲板の艦首部分を四角形にする改修工事が残っていますが、現在の計画では、F-35B ライトニング 2B を艦載機として運用するための認証を得ようとしていますので、運用そのものは問題ないと考えていいでしょう。出雲が2022年内にアメリカ東海岸まで行って、F-35B の運用の認証を得て、2025年に残りの改修を受け、2027年頃の稼働と想定されています。加賀は2024年内に F-35 ライトニング 2B 型の運用認証を得て、2026年までに残りの改修工事を終え、伊豆、元同様、2027年頃から航空母艦として本格運用が可能になるのではないかと考えられます。2023年度の防衛費の中には、艦載機となる F-35B を6機調達する予算が盛り込まれており、総数42機の導入を開示は予定しています。最初に F-35B が配備される拠点は、宮崎県の航空自衛隊の新田原基地とされています。その後、必要に応じて航空母艦化された出雲型に艦載され、2024年度からの配備が予定されています。新田原基地に配備される理由は、今後、馬毛島、鹿児島県に自衛隊施設を整備する予定であることと、広島の呉に加賀が配備されているので、連携を深めることが可能な位置ということが配備される理由になったとみられます。計画通り進めば、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とした海上自衛隊の航空母艦の運用開始は、4年以上先になりそうです。その頃には、現行の大隅型輸送艦の代替艦建造も準備が進んでいると思われますから、その仕様や進捗状況も気になりますね。伊豆、本加賀の F-35B 戦闘機運用実績によっては、本格的な航空母艦、海自発の強襲揚陸艦として、この2艦を代替運用する可能性も考えられます。そうなった場合、従来まで、日本国憲法の解釈によって、自衛隊は、自衛のための、最低限の実力を備えた組織であり、攻撃的な兵器、兵装を保有することは、禁止としていることで、航空母艦の保有を見合わせてきた、経緯があります。しかし、日本政府の見解は、攻撃的な航空母艦の保有は、禁じられているが、防衛用の航空母艦なら、憲法や自衛隊の理念には反さないというものです。言葉をもてあそんでいるようにも感じられますが、今後、慎重に議論を重ねてゆき、日本の安全保障が守られることを願います。
アメリカが凍結したレールガン開発に、日本が完成間近で、極超音速キラーとなる情報をキャッチしました。今回は、日本が完成間近の電磁砲開発を詳しく見ていきますね。ロシアの極超音速は、偽物とわかり、中国の極超音速も、怪しい性能、今こそ使うべきだよ。2023年5月上旬、ロシアからの軍事侵攻にさらされているウクライナは、西側諸国からの兵器供与で受け取った PAC-3、パトリオトミサイルシステムによって、ロシアの KH-47M にキンジャールを初迎撃したと発表した。ロシアの KH-47M にキンジャールは、航空機に搭載して運用される空中発射型の空対空弾道ミサイルであり、これまで、ロシア側は、最大飛翔速度は、マッハ10以上に達し、回避軌道も可能なため、西側の持つ防空網では、迎撃は不可能と喧伝してきた。ウクライナの首都のキーウでは、この KH-47M にキンジャールを、PAC-3、パトリオトミサイルシステムで撃墜した、視覚的な証拠も提示しており、ロシアのプロパガンダを否定できた、政治的な意義も大きいだろう。この KH-47M にキンジャールが、従来ロシアが喧伝してきたようなマッハ10を超過する速度と、迎撃を困難とする回避軌道が、実際に可能であったのかについては、疑義の声すら聞こえてはいるが、これら、極超音速兵器への対処は、世界各国で課題となっている。日本においては、こうした、極超音速兵器の迎撃を担う、兵器の一環として、2022年度の防衛予算の中から、およそ65億円の開発費用をレールガンに投じており、その実用化が、実際、問題として、図れるのか否かに、大きな注目が注がれていると言える。レールガンは、現在の防空兵器として、主力といっても、過言ではない対空ミサイルと異なり、本体にミサイルのような推進装置を備えておらず、どちらかといえば、従来の火砲のように、砲弾を射出するだけの機構の兵器に近い。従来の火砲の場合は、砲弾を火薬の炸裂する圧力によって打ち出すものだが、レールガンは、砲弾の射出に、火薬ではなく電磁力を用いる原理の兵器であり、ミサイルと比較すれば、はるかに、一発あたりの単価が、低額で済むとされる。レールガンは、砲弾を、電磁気の力、物理学の用語で言うところものローレンツ力で、推進加速を発生させて射出する仕組みで、甚だ近未来的な雰囲気をまとってはいるが、その起こりは、1800年代中盤と、かなり以前まで遡る。よって、1914年からの第一次世界大戦や、1939年からの第二次世界大戦時には、すでに、ドイツや日本といった国々で、レールガンの兵器としての開発が行われていたが、この頃の技術水準では、実用化はさとしたばなったのが、実態であった。レールガンの構造は、火砲における方針の代わりに、2本のレールを平行に設置し、その上に砲弾となる金属を置いて、レールの後端部分に電源から引いた電極を接続するのみという簡易な機構で成立させることができる。この状態で2本のレールに通電させると、砲弾は電磁力によって先端部分へと電磁力によって推進力を得る形となり、物理的には非常に平易な構造で、砲弾を射出するに足る力を発生させるものでとして注目された。こうした物理的な構造によって、レールガンは、その利点として、自ら飛翔するのに、必要な推進機関の内蔵不要であり、その分製造が安価で済むと同時に、火薬を用いた火砲の砲弾よりも、高初速で、かつ長射程を実現可能と考えられた。その反面で、レールガンの物理学的な弱点は、
砲弾を射出する際の電磁力のエネルギーロスが課題であり、かつ射出に必要とされる電源から雷電流を取り出す必要があり、第二次世界大戦時には砲一門に発電所を設ける必要があるとまで見さされた。こうしたレールガンを実現するためのハードルが緩和されたには、1960年代に入ってからで、電力供給用に単極発電機が使用されたことで、現実味を帯び、1980年代に、アメリカは宇宙空間でそれを活用すべく、研究を続けた。アメリカでは、宇宙空間の軍事利用を推進すべく、SDI 計画の中で、レールガンの実用化を期としたが、19,991 年の旧ソ連崩壊に伴う、政界的な軍縮傾向の中で、下火となり、1990年代以後は、地球上での使用を前提としたものへと回帰する。アメリカ海軍では、イギリスの軍需関連企業大手の BAE システムズ社の協力を得て、2010年には、およそ 10kg 強の砲弾を打ち出すレールガンの試作に成功。2016年を目途に、水上戦闘艦に搭載する発射速度10発、分、最大射程距離およそ 160km を目指した。そして、2020年までには、その開発を終え、実際の水上戦闘艦に搭載してのみ、テストを行うことを期としていたが、この発射速度10発、分、最大射程距離およそ 160km という使用のレールガンの実用化には、少なくとも 25MW の電力を賄う必要が生じた。この当時、25MW もの電力を供給することが物理的に可能であった水上戦闘艦は、アメリカ海軍の中でも、新機軸の導入で、高コストが問題となり、わずか3隻の建造で、打ち切りの浮き目にあった、ズムウォルト級ミサイル駆逐艦しか存在していなかった。ズムウォルト級ミサイル駆逐艦は、艦艇自体の運用に必要な電力を除いても、およそ 40MW の余力があるとされていたが、アメリカ海軍の主力艦である、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、同 9MW ほどしか、それがなかった。つまり、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦では、試作されたレールガンを稼働させるに足る電力供給が、全く不可能であり、その実現には、新たな蓄電システムの実装が必須だったが、そもそも、レールガンの運用に必要な電子機器類の開発が容易ではなかった。そして、そうした課題に、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦とレールガンが直面している間に、実に、射程距離で、レールガンの使用をはるかにしのぐ、1000km 超級の極超音速兵器が、世界的に出現する状況が発生してしまった。前述したように、アメリカ海軍が、実用化を目指していた、水上戦闘艦搭載用のレールガンの射程距離は、およそ 160km ほどしかなく、仮想敵国であるロシアや中国の対艦ミサイルの射程もはるかにこれを凌駕してきたため、その有用性は薄れていった。アメリカ海軍では、ほぼすべての水上戦闘艦に装備しているマーク 41VLS に対して、それに若干の改修を施せし、そこから運用可能な新型の迎撃用極超音速ミサイルを開発する方が、はるかに運用効率が高いと判断。事実上、レールガン開発は凍結に向かった。ただし、こうしたアメリカ海軍のレールガン開発の事実上の凍結という事態を見た中国は、技術力の向上によって、その課題を克服し、およそ 25kg 砲弾をマッハ7以上の速度で、射程距離約 250km まで高めていると、喧伝している。中国海軍では、自軍が開発を今後も推進するレールガンについて、その用途は沿岸部の防衛任務を想定している模様で、レールガンの砲弾の速度を生かした極
超音速兵器への迎撃ではなく、敵艦敵の接近拒否用に位置づけているようだ。日本における、レールガン開発は、口径 40mm の砲弾を、初速 2000km、秒以上で射出し、レール自体の耐久性は、120発以上を想定、最大で、約 200km の射程距離を実現し、ロシアや中国の極超音速兵器の迎撃用途に使用するとめされている。レールガンの砲弾は、通常の火砲と同様で、無論、誘導装置等が内蔵されたものではないため、冒頭で述べた PAC-3、パトリオットミサイルシステム等と併用して、極超音速兵器の迎撃の一環を担う、兵装としての運用が構想されているのだろう。地対空誘導弾である、PAC-3、パトリオットミサイルシステム等のミサイル一発の単価は、少なくとも億の単位であるが、レールガンは、これが同200万円ほどと考えられていることから、はるかに安価であるのは、間違いない。しかし、ロシア・ウクライナ戦争において、当時の西ドイツが、敵の戦闘ヘリを排除するために開発したゲパルト対空戦車が、対ドローン迎撃に効果を発揮していることを考慮すれば、安価な対空防御は、こうした兵器の再評価も必要かもしれない。今回は IHI 社製の次期 XF9 エンジンについて見ていきましょう。 F3 戦闘機の開発が急がれていますが、その次の F5 戦闘機開発は純国産でできそうです。次期 X 通信新量産化で世界のトップへ。2035年に退役開始が予定されている国産の F2 支援戦闘機の後継機として防衛省が開発を進めている次期戦闘機ですが、2018年、平成30年の31中規模で開発が決定。2020年、令和2年、三菱重工が開発主体となって、三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機、NEC の7社が参画することになりました。三菱重工業とスバルと川崎重工業が、機体の開発を担当。エンジンは、IHI、三菱電機が、電子戦装備を制御するミッションシステム。東芝、富士通、日本電機、NEC が、レーダーを含む電子機器を担当することになり、200人超の体制で、開発が進められていました。そして、2022年、令和4年、12月9日、日本、イギリス、イタリアの3国は、グローバル戦闘航空プログラム、GCAP プロジェクトとして、日本の次期戦闘機開発計画と、イギリス、イタリア、スウェーデンの3国が、共同開発を進めていた、BAE システムズテンペスト開発計画を統合し、次世代戦闘機を共同開発することを発表しました。2023年3月時点で、スウェーデンは不参加となっています。日本では、次期戦闘機開発計画と同じく、三菱重工が主契約者となり、機体、IHI が、エンジン、三菱電機が、電子機器を担当することになりました。イギリスは、BAE システムズが、機体、ロールス・ロイスがエンジン、レオナルド S.P.A. のイギリス法人が、電子機器を担当し、イタリアからは、レオナルド S.P.A. とアビオエアロが、開発に参加して、ミサイル開発には MBDA も、参加するそうです。このプロジェクトは、
2024年頃までに、各社の詳細な開発内容や費用負担を明確にした上で、2030年頃の生産開始が目標、2035年に初号機が配備される予定ということです。次期戦闘機のエンジン開発については、今後、イギリスのロールス・ロイスと日本の IHI のそれぞれが開発した技術を持ち寄り、330億円をかけて、新たな実証エンジンを製作することで合意しています。共通のエンジンが完成すれば、テンペストと次期戦闘機の両戦闘機の開発費について、数千億円に上る巨額な経費節減が可能になると考えられています。エンジン開発の基本になるのは、ロールス・ロイス側で開発を進めてきた将来戦闘航空システム技術構想、FCAS、TI、フューチャー、コンバット、エアー、システム、テクノロジー、イニティアティベと、IHI が、プロトタイプを製作した先進実証エンジン XF9-1 です。高級車で有名なロールス・ロイスでは、まだ、実証エンジンの製作は行っていませんが、IHI が、独自に開発を進めた XF9-1 は、純国産ジェットエンジンとして、2018年6月に、プロトタイプが完成しており、防衛整備庁航空整備研究所に納入され、性能試験が実施されました。XF9-1 エンジン開発のコンセプトは、スリム化と大出力の追求です。その理由は、エンジンを搭載する次期戦闘機のステルス性能を向上させるため、兵装を、機体のウェポンベイに格納すること、燃料搭載量を増やすために、機体内の燃料格納容積を確保する必要があるからです。そのため、搭載するためには、大出力でありながら、スリムでコンパクトなエンジンが求められるのです。テンペストもまた同様のコンセプトで、両戦闘機のエンジンに関わる要件は統一されていませんが、両戦闘機とも、ステルス性能を高めることが求められるだけでなく、大出力が必要なのは、推力を稼ぐだけでなく、高度なアビオニクスを支える、高性能な電子機器の、大きな電力消費を支える電力供給源として、空飛ぶパワーステーション、パワー、ステーション、イン、ザ、スカイであるべきという考えに基づいているのです。IHI が提供する XF9-1 エンジンのプロトタイプサイズは、アメリカ空軍の F-15 イーグルに搭載されている、プラット&ホイットニー社製の F100 エンジンとほぼ同サイズです。しかし、推力は、最大15トンを発揮することが、試験で確認されていて、これは、アメリカ空軍の主力戦闘機第5世代ステルス戦闘機 F-2 にラプターに搭載されている、F100 と同じプラット&ホイットニー社製の F119 エンジンと並ぶ出力なのです。また、F119 とのサイズを比較すると、F119 が全長 5.16 メートル、道が 1.168 メートルであるのに対し、XF91 は全長 4.8 メートル、道1メートルですから、XF91 がかなりコンパクトなサイズに仕上がっているかがお分かりでしょう。この XF9-1 のサイズと性能については、アメリカやイギリスのエンジニアの間では驚かれたそうで、今回の共同開発の話が短期間に進められたのは、日本側が XF9-1 のプロトタイプを完成させていたことが大きいと言われています。XF9-1 は、高圧軸と低圧軸の2軸を持つ、アフターバーナー付き低バイパス比ターボファンエンジンに分類され、圧縮機前段部まで、強度の高いチタン合金を使用しているほか、繊維強化プラスチックやセラミック元複合材料、CMC を使用することで、エンジンの軽量化を図ったのです。さらに、タービン部についても、CMC、屋耐熱性の高い先進金属材料を使ったので、
少ない冷却空気流量でも、エンジンが必要な推力が発揮できるよう設計されていて、ステルス性能に大きな影響を与えるテイクダクトの流路断面積の低減や、ダクト長の短縮に役立っているようです。中心部分には、高圧軸として、コンプレッサー6段とタービン1段があり、この前後に、ファン3段とタービン1段の低圧軸があり、その後部には、アフターバーナーと水力変更ノズルが装着され、機体の機動性向上が図られ、小悪動ギアボックスには、大電力を発電する、スタータージェネレーターが装着されている。タービン入り口温度は、1800°C に達すると見られます。この1800°C という温度は、ニッケル系超合金の融点 1400°C を大幅に超えるもので、ジェットエンジンは、この温度が高いほど、高性能なエンジンと言われるので、XF9-1 のタービン入り口温度は、世界的に見ても、トップクラスということでしょう。1800°C を達成した陰には、ニッケルコバルト元の国産溶接鍛造ディスク材を用いた高圧タービンディスクや、国産第5世代ニッケル単結晶超合金製タービンブレード、タービンブレの新素材 CMC の使用、耐寒強制コーティングの採用、さらに、ブレードの空機構による保護層の形成などの材料技術と、流体解析技術を流用したことが、大きく貢献しているとされています。XF9-1 とロールス・ロイスが開発を進めているテンペスト用エンジンはアダプテイブサイクルエンジンですが、これは離陸時、上昇時、巡航時、戦闘時などの飛行条件に合わせてエンジン内をバイパスする空気流を3段階変更することによって、バイパス比とファン圧力の比を調整するエンジンのことです。これによって、エンジンの推進効率と燃費の向上が期待されると同時に、外側の3層目の空気流によって、冷却能力が向上するので、エンジンの熱管理が容易になるというわけです。ファン排気流は、巡航時には、コアケース外側のダクトを流れ、高速時には、コア内に排気流を導いて、水力増加に利用し、外周の複数のダクトは、ファン出口からの3層目の空気流を流すことで、水力を得ると同時に、エンジンを含む各所の冷却に使われる仕組みになっています。2019年6月に開催されたパリ国際航空ショーで、XF9-1 エンジンでは、水力変更ノズルの装着を想定して開発中ということが公表されています。XF9-1 には、2016年度から2020年度まで水力変更ノズルを装着して使用した場合の高運動性、ステルス性確保などを目的として水力変更ノズルに関する研究が行われました。水力変更ノズルとは、ジェットエンジンやロケットエンジンが飛行中に噴流の向きを変えて水力方向も変えることによって飛行中の軌道に変化をもたらす装置です。垂直離着陸が可能な VTOL 機には必要不可欠な装置で、昔はハリアー戦闘機に装着されていましたが、現在はアメリカ製の垂直着陸、短距離離陸、ストブル機で F-35B ライトニング2戦闘機に使われており、この装置が装着されれば、次期、戦闘機は F-35 のように、通常離陸型だけでなくストブル機も開発される可能性が考えられるのです。現在のところ、ロールス・ロイスの FCAS-TI エンジンは未完ですが、同社のエンジン開発における技術力や実績は定評があり、IHI の XF9-1 は実証エンジンが完成している強みがあります。この両社が協力することによって、アメリカが開発中の次世代戦闘機用エンジン XA100 や XA101 に引けを取らない優れたエンジンの登場を期待したいものです。